カプセルトイ。カプセルトイは、小型自動販売機の一種で、効果を入れればを回すと、カプセル入りの玩具などが出てくるもの、またその取り出した玩具を指す。ガチャガチャ、ガチャポン、ガシャポン、ガチャ、ピーカップなど、時代や地域や販売メーカーによって様々な呼び方があるが、商標の関係からこれら全体を、カプセルトイと呼称している。カプセルトイは、 カプセル自動販売機によるミニ玩ングの総称。また、玩ング以外の商品が入っているケースもある。口実。一つの販売機に同一シリーズの数種類の商品が入れられており、その中のどれかが無作為に出てくるという場合が多い、販売システムである。また、カプセル自体は半分透明で内容物が見えるものが多い。透明ではなく、中に何が入っているのか秘密にしているものもある。 本体のコイン投入部に効果をセットして、レバーを回転させることで商品を取り出すものであり、使用する効果の種類や枚数によって10円用、50円用、100円用、200円用、500円用などの種類があり、封入されている商品の価格に合わせた機種が用いられる。なお、効果ではなく、別売の専用メダルを用いるものもある。2019年、バンダイが 電子マネー払いに対応したスマートガシャポンの設置を開始した。カプセル自動販売機自体はアメリカで考案されたものである。球体ガムの小型自動販売機がその始まりとされ、やがて球体ガム以外に球体カプセルに小さな玩具を入れた販売も始まり、アメリカで流行した。日本には1965年にアメリカから輸入され、1970年代に 全国各地に広まった。参入するメーカーも増えていき、オリジナル玩具に加えて、半券キャラクターものも投入されるようになるとまます、普及していった。駄菓子屋やスーパーマーケットなどによく設置されており、一箇所に複数台の機器が置かれている場合が多い。食玩やフィギュアなどの流行とともにカプセルトイも多種多様に増え、2000年代以降は、 カプセル自動販売機のみを数十あるいは100台以上並べた専門店も登場したり観光地に設置してご当地グッズを扱うケースもあるユニークな設置例として和歌山電鉄のおもちゃ電車では鉄道車両の車内に西日本鉄道の観光向け順観バスグリーンでは巣車内にカプセル自動販売機を設置しているメーカーやショップにはバリューマーチャンダイズ 日照貿易、アトリエアや、エグゾースト、エポック社、海洋堂、カフェレオ、有限会社、アシカガコスモス、ヤマトコスモス、コナミ、チーム、エスコーポレーション、スプリング、ソリッドシアター、トイズプランニング、トイズワークス、バイス、バンダイ、バンプレスト、ミレニアム、コンヌ産業、メガハウス、タカラトミーアーツ、旧友人、ARTS、TV、 メーカー初の動画コンテンツ、和風動玩具店、石川玩具などがある。同じように効果を入れて、ダイヤルを回して購入するものであっても、カプセルに入っていないものとして、球体のガムや、スーパーボール、トレーディングカード、これを特にカードだというなどの自動販売機も存在する。その他、通常の自動販売機同様に効果を投入するものもあり、レバーを下げる。 公式等の箱入り玩具の自動販売機や、ムーバー乗り物型、ゲーム機型、等価で必ず商品を販売のほか、過去には、等身大ヒーロー型、テーマ曲が流れカプセルが出てくる等も存在した。封入されている玩具は、かつては日本における、カプセルトイ創装機のメーカーである、バリューマーチャンダイズ、日照貿易やコスモスの製品に見られたような、 幼稚園から小学校中学年たりの子供を対象としたものが主であり、例えば流行しているものを題材とした消しゴム、実際は消せない、塩ビのゴム製フィギュアの場合がほとんどなどが入れられる場合、スーパーカー消しゴム、怪獣消しゴム、筋肉マン消しゴム、筋消しや SD ガンダムを主とするアニメキャラクター消しゴム、力士消しゴム、プロレスラー消しゴムなどが作られた。 その他、販売店において交換するような商品の場合には、当たり交換専用のカプセルが直接入っていたり、当たりの紙が封入されており、当たり以外の商品は、グリコのおまけのようなものが多く封入されていた。その後、バンダイのガシャポン HG シリーズなどで世間への認識を拡大させ、友人などの他社も交えて、数々のシリーズを展開する大ヒット商品媒体となっている。 1990年代後半以降は、子供だけでなくより上の年齢層にも販路が広がり、品質も上昇している、高品質な分、価格も若干上がる。2010年以降は、中国のコスト高騰による値上げがほとんど。ドラマ漫画、アニメゲームを題材にした俗に言うオタク向けな、マニアックな商品が多いが、それ以外にも従来のような子供向けオリジナル玩具は、もちろん、 リアルなものからシュールなものまで幅広く多種多様な商品が出ている。また、青少年の健全な育成を推進する社会的な風潮の高まりを受け、児童向けでないキャラクターや武器などをモチーフとした製品の購入を15歳以上のものに限定する。年齢制限が導入されなど、自主規制の強化も同時に行われるようになったが、年齢認証装置が搭載された。 自動販売機が未だに存在せず、対象年齢未満の子供でも、簡単に年齢制限対象商品が購入できてしまうめ、成人向け雑誌の自動販売機などと同様に問題視されることもある。2000年代より、観光地、特定地域向けに設置されたカプセル自動販売機については、限定商品、ピンズ、ストラップ、巾着袋、クーポン、 等をご当地グッズとして封入している、ケースモル。これらの玩具は、その販売形態の性質上、自ら商品を選んで購入することができず、重複したものを他人と交換してすべて揃えるという、方法も用いられることから、同様に中身を選ぶことができない食玩などと合わせて、トレーディングトイ、トレーディングフィギュアなどと呼ばれることもある。上記のように購入後、 払い出されるまで商品が確定しないプライズシステムから転じてビデオゲーム特にソーシャルゲームなどにおける現品でないデータ上のアイテムやキャラターなどもこの携帯で販売取得されることもありこれらゲーム類やインターネット上でのランダム型アイテム類の販売形態をガチャには悲鳴、アバター、アイテム、コンプリートなどの言葉が入ると故障している場合も多い これらの排出に関しては後年、そのギャンブル的社交性や過剰課金などの問題もあり、提供割合が提示されるように定められた。同様のシステムを、英語では、ルートボックス、ルートボックス、戦利品箱の意と呼ぶ。香港にもタンと呼ばれる、カプセルトイが存在する。関東語特有の言葉では、機械のハンドルを回す動作、タンは、小さな玩具やフィギュアが入る。 円筒形のカプセルを意する。単は三つの要素である表紙。単紙と殻からなっており、表紙とは、マシンの上に貼っている。商品説明。単紙とは、うちのおもちゃの種類の詳しい説明を記述してある紙。殻とは、外の部分にある円筒形のプラスチックを指す。子供のみならず大人にも人気があり、様々な店で販売されている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。